テラカンは、韓国の自動車メーカー、ヒュンダイが製造、販売していた SUV である。2001年にギャロッパーの後継者として、販売を開始。ギャロッパーの後続車種として開発されたが、実際はより上級なモデルという位置づけであった。なお、2003年までは、ギャロッパーと、併売されていた。ギャロッパーとは異なり三菱、パジェロのライセンス生産ではないものの、 シャシーや一部のエンジンはパジェロのものを流用している。2021年現在、現代自動車の SUV では最後となるフレーム構造の車種である。2004年にはマイナーチェンジを実施し、社名にパワープラスのサブネームがついた。中国やロシア、ヨーロッパなどへの輸出が行われたが、北米大陸へは輸出されなかった。2007年、韓国とインドにおいて、 生産と販売を終了。後継者は、ヒュンダイ・ベラクルーズである。フロントリア2001年2月13日発売。エンジンは2.5リットルディーゼルとエクスにも、搭載される3.5リットルガソリンの2種類で、トランスミッションは4速 AT と5速 MT が、選択できた。駆動方式は2.5リットルディーゼルエンジンが、FR と 4WD を、選択可能で、 3.5リットルガソリンエンジンは 4WD のみとされた。2001年8月には2.9リットルディーゼルエンジンが追加され、2002年 FIFA ワールドカップを記念して限定販売のスペシャルエディショントリウムが発売された。また、2002年8月19日にはアルミホイールとラジエーターグリルのデザインが変更された2003年型が発売された。2003年12月には 排出ガス規制に伴い2.5リットルディーゼルエンジンのモデルが同系のエンジンを積むギャロッパーとともに生産終了となった。それに先立ち同月15日の改良で2.9リットルディーゼルエンジンの最高出力が165バリー機まで向上している。また同年には中国とインドで生産、販売を開始。中国ではカヤスシギ社と 合弁会社を設立し、2011年まで生産、販売を行っていた。フロントリア2004年6月3日にマイナーチェンジを行い、パワープラスというサブネームが加わる。これに伴い3.5リットルガソリンエンジンのモデルは生産を終了しており、搭載するエンジンは2.9リットルディーゼルエンジンのみに絞られた。なお、このマイナーチェンジに伴い、 2.9リットルエンジンの最高出力は174馬力まで向上している。韓国では2006年10月12日に北米市場戦略車種であるベラクルーズの販売開始と共に生産が中止され、その後約5ヶ月にわたって在庫車両が販売されたが2007年3月に販売も終了した。一方、中国では現地メーカーが ヒュンダイからライセンスを得て2004年から現地生産を開始し、現在まで継続生産している。現在のメキシコ合衆国中西部にかつて存在したターラスクに由来する。ありがとうございます。